国際年齢評価連合のロゴ国際年齢評価連合とはデジタル配信されるゲームコンテンツのレーティングを目的として各国のレーティング機関によって設立された国際組織である。2013年から開発者のレーティング取得プロセスを簡素化するための独自のエルク評価プロセスを導入しており、これはコンテンツに含まれる要素をアンケート形式で回答し、 それを機械的に各国の評価基準と照らし合わせることでレーティングを算出するものである。同団体はこのプロセスによりしばしば越境行為のなされるデジタル配信におけるレーティングの負担が軽減されるとしている。2013年のロンドンゲームズコンファレンスにおいて北アメリカの S 部、EU のペギ、ドイツの USK、オーストラリアのアク部など 各国のレーティング機関による世界規模の連携に向けた取り組みとして発表された。2014年8月には、アク部において、エルクによる機械的な評価プロセスを受け入れる改正がなされている。日本では、マイクロソフトストアが当初から採用しており、2020年10月からは、ニンテンドーイーショップで配信されるダウンロードソフトの一部で採用を開始している。ありがとうございます。